はい、どうも皆さんこんにちは、今回は、きらめきの遊戯場の、ミッションを、やりたいかなと思ってちょっとやらせてもらいました。アンチ16バリアを2体以内の編成で、オーブが確か5個だったかな、もらえます。で、一応編成がデーバだったとエレボスとデーバだったとアーサーです。はい、一応第一ステージはこんな感じとなっています。まあ、上にデーバだった配置してエレボスでちょっと縦噛んで、倒すという形になります。で、3体目のデーバだったのここでちょっと真ん中に配置で、4手目アーサーちょっと真横で上がりつつ、エレメントエリアに入っていきます。で、デーバだったの友情で、倒していきながら、バステトを召喚で、ここちょっと迷ったんですけども真横に、打ちました。はい、で次はエレボスです。で、ここは、ちょっと斜め上に狙ってアーサーと、デーバだったで、処理していきます。はい、そして、最終ステージになります。で、ちょっとエレメントエリアに入ってなかったので、まず配置からで、次アーサーで、縦のエレメントエリアに入りたいので、ちょっと配置していきながら縦で入っていきます。はい、これでアーサーの配置は大丈夫です。で、一応まあ、こんな感じと、なっています。本当に最後まで、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ちょっとね、本当に少しでも参考になれたら、幸いかなと思っております。